山本義政は山本五十六の長男。母は玲子。著述家。大正十一年に東京府と玉多摩郡の千田谷町で海軍軍人であった山本五十六の長男として生まれた。五十六が結婚五年目の四十歳の時の待望の着手であった。山本家は結婚当初は青山高木町以後千田谷霞ヶ浦。 鎌倉、青山と移り住み、霞ヶ浦時代には妹、住みも誕生した。吉政は、ハリス記念鎌倉幼稚園から鎌倉第一、小学校に通い、その後、父、56の絶望であった東京を振りついち、中入学のために、青山南町に、一家で、引っ越し、比較的合格率の高かった、西南小学校に6年生の1年間通った。また、 小学校選びや家探しの折、56は親友であり、また娘を西南省から富立三女にやっていた。堀池吉や長岡時代の友人のアドバイスにも預かっていた。富立一中入学後、56は府警帰理時に就任するなどしたが、連合艦隊司令長官として太平洋戦争の指揮をとり、南方を 天戦視察途上の1943年4月18日、ブーゲンウィル島上空にて戦死した。吉政は一中卒業後、海軍兵学校を目指したが、近岸と六幕園の影響から結局は、旧性成形高等学校理科校類に入学、在学中に、父の死に会う。弟、忠雄は、西南国民学校6年生、妹、住子は、山脇工場卒業直後、 政子は、同校在学中であった。吉政は父、56の国葬の際には模試を務めている。その後、東京帝国大学農学部に進学した。以後、東大に席を置いたまま父の願いであった海軍に志願し、パイロットを目指したが、禁願もあり海軍整備予備学生として、終戦を迎えることとなる。戦後は大学に復学、東大大学院を経て、 長岡を本拠とする北越聖子などに勤めた。残された母、玲子は、保険外交員や、他の残された、召喚未亡人と共に56の元部下、黒島亀との、必ずしも、うまくいってはいなかった会社に、役員タイグルで迎えられていたが、食えるほどの事業ではあったようである。吉政が、海軍整備予備学生として赴任した先は、小僧の安病率いる厚木大300に、 航空隊であった。もともと遠隔地配属を希望していたが、入隊した九百四十五年当時では確実に無理なことであった。第三百2航空隊に赴任してからは、来年の整備分隊使を務めた。また、防空壕掘りにも従事している。赴任して一ヶ月経つか経たないかのうちに終戦を迎えた。しかし、小園は徹底抗戦と、その準備を指示。 そのためのビラも用意されたが、吉政には一連の動きが疑問に思えたという。吉政の記憶で8月17日か18日に、小園を中心とした会議に出席し、自分を海軍省への連絡要員にしてもらいたいと意見した。外の情勢が気になっていた小園は、吉政に連絡証拠として、海軍省に赴くよう命じた。赴いた先の海軍省では、 三百二空から来た、息きまいた若手将校と勘違いされるものの、やがて、沢本よりおの次男と対面し、押し付けだけでは納得しないだろうから、今節丁寧に終戦を説明してはどうかと要請している。実は、この、吉政の説明が、海軍内部が知った、最初の、厚木の反乱の現状だったという。その後、堀定吉や軍令部内に勤務していた当園の、 山口捨てジからもアドバイスをもらい、現体に戻った。その間、小園は病を発し一室に押し込められていた。その後、厚木の反乱は沈静化し、厚木は進駐してくるアメリカ軍への準備に入っていたが、吉政は、そのアメリカ軍を一目見たいという懇談があったようである。しかし、大船の航空事務部への転勤を命じられ、やがて9月下旬になって、 福音を勧められたが、その時点では、今後の身の振り方については何も思いつかなかったという。なお、内部から、厚木の反乱の一部始終を見ていた吉政にとっては、反乱そのものに関して、302空全体で、騒いでいるという感じではなかったと回想している。後、長男の生も不律一中に入学したが、戦後すぐに病死した。私の履歴書、長岡みのる著書。 父、山本56、川原正敷、マッカーサーが来た秘密ひとしゃ NF 文庫、2005年、ISBN4 から7698から 2470X。ありがとうございます。